はい、えー。名探偵コナン、ハロウィンの花嫁のネタバレをいたします。えーとですね。えー、まあ一言で言うと、今年も残念というとこなんですが、ちょっと今年はちょっと残念の種類がだいぶ変わってまして、えー、まあ予告編が流れたんですね。えー、まあ最速上映、池袋の東宝に行ったんですが、 えー、予告編が、えー、いろんなよ東方のね、予告編が流れるんですが、まずね、君の名はの、新海誠んの、誠、ま、んじゃないですね、新海誠さんの、えー、スズメの戸締まり、なんかいつも名前が出てこないですね、スズメの戸締まりっていうね、えー、ちょっと、 言いにくい感じの、えー、タイトルの映画なんですが、こちらがですね、先日、えー、40秒ちょっとの、えー、予告編みたいなプレビューが公開されたんですが、えー、それをですね、えー、劇場で初めて大スクリーンで見まして、いや、やっぱり綺麗だな<笑>と <laughs>。しかもまあ綺麗なところを集めてるわけですから、まあ、まあ、骨というかね、素晴らしいんですよね。 でこれを見せられた後にコナン君はきついなっていうのは正直思いましたねそしたらその後にですね今度シングルトラマンの新しい予告編というか予告編自体がそんなになかったんですが新しいっていうかまあ取って出しですよねもう1ヶ月切ってるんですがまともな予告編ってまだないんですよね <laughs> で今回が多分まともな予告編の第1弾に近いのかなと思うんですよね えー、それがね、いきなりこう、いきなりこう、スクリーンでバーンって現れて、もう会場がざわつきましたね。<laughs> その、コナンくん見に来てた人たちが、ウルトラマンでざわつくと。あ終わった後がざわざわして、なんだこりゃって感じなんですよね。まあ、それはちょっと別の動画に起こして、結局、えー、コナンくんの感想を、えー、 あげようと思ったら、もうウルトラマンの予告編で見たウルトラマンの方がね、えー、先にあげたくて、こんな時間になってしまったんですが、まえー、っとですね、直前のテレビを、えー、例えば毎週録画されてる方でしたらですね、えー、直前にやっていた、えー、何でしたっけ、えぇ、ー、ゆでる警視庁ですかね、えー、1万、 二千、一、一千二百万人の人質みたいな。えー、これが、えっ、ー、と、シリーズ4まであって、えー、これがね、直前一ヶ月かけて放送されてまして、えー、毎週録画されてる方でしたら、こちら見,見てから行った方がいいのかなと思う、思いますね。これはかなり昔のやつらしくてですね、えーまあ、ビスタサイズっていうんですかね、あのー、 横にレンガがね、表示されてるサイズだったと思います。えー、その前に、えー、警察学校の第2弾みたいなのがありまして、この5本、えー、ともし録画されてるんだったら、えー、見ていった方がいいのかなと思うんですね。あと、まあちょくちょくですね、えー、直近の、えー、放送されてるものには、一言二言、えー、今回の映画につながるものが、 あったりしますんで、えー、気になる方は見てから行った方がいいのかなと思います。そしてまた、今金曜日なんですが、えー、4月15日公開日の金曜日の夕方なんですが、えー、これから、えー、9時金曜ロードショーで、えー、まとめたものをやるみたいなんですね。だからそれを見ればまあバッチリっていうことなんじゃないですかね。 新設設計になってると思います。まあ正直見てからいかないとうーんちょっと半分ぐらい楽しめないんじゃないかなと思いますね。えー、そういう感じでした。なんで結構分投げなんですよね。えーまあ、それが映画の出来に関わってるかっていうと全くそうではなくてむしろ分投げてるんで、えー、と紹介とかをねもっともっと来れるのに なぜそうなったって感じなんですよね。えー、じゃあまあこれからですね <laughs>、もっとネタバレをします。えー、見てない人は、えー、聞かない方が。あとコナンくん大好きで、コナンくん全皇帝な方はね、えー、その方も聞かない方がいいんじゃないかなと思うんですね。えー、まあオープニングがね、えー、フェイクの結婚式で始まるんですね。まあ、これはまあ定番ですよね、えー。まあオープニングで結婚式やるってのは大体フェイク。 いうね、まあこれは、えー、フェイクじゃないのって、まあ、キルビルぐらいかなと思うんですけどまあキルビルをこう意識してますねえー、ヤクザのねえー、あれなんですかね打ち入りなのかな <laughs> ヤクザのあれ何て言うのか忘れちゃいましたが、えー、ヤクザが入ってきて、えー まあそれがまあ、えー、フェイクだったっていうとこから始まって、まあ壮大なね、えー、ネタバレから最初始まるっていうね。あまあこういうのは構成はやめてほしいんじゃないかな。ファン、ファンはそれを見に来てるのに、えー、なんちゃってっていうのはね、さすがにちょっとなと思うんですよね。 えー、まあそれは、えー、とあの会場に並んでいた人たちもそうだったんで、まあ、結構メタ的な構造に、えー、コナン君は今突入していてそこはね結構楽しめるんですよね、えー、例えば、えー、配属されてハイド町に配属されて午前中だけで事件が4件ぐらいあって <laughs> <laughs> この町は事件が多すぎるみたいなねことも言いましたね、えー、まあでもその事件が多すぎるってやつはねその直前にテレビでテレビアニメで放送されていたあのガールズバンドで、えー、この町は探偵が多すぎるってね、えー、高木刑事あじゃあ佐藤刑事どっちだっけな <laughs> まあどっちでもいいんですがが言ってましたねはい。 高木刑事と佐藤刑事、どっちが女性だか男性だか、もう、覚えてないですね。にわかなんでね。えー、まあ、一応、コナン君のアニメは第1話から全部見てるつもりなんですよね <laughs>。ただもう脳みそが死にかけてるんでね、だいぶ忘れちゃってますね。ただ何回でも楽しめるんですよね。だから、再放送のやつの2マスター版とか見ても新鮮な気持ちで楽しめるっていう、まあ、だいぶおじいちゃんになっちゃったなとと思うんですが、 えー、まあ、このハロウィンっていう時期も全然活かされてないんですよね。えー、なんで3月、あ、4月にね、ハロウィンなのかもわかんないし、次がクリスマスっていうのも活かされてないし、えー、まあなんとなくナイトメアビフォークリスマス、 をやりたかったののかととといいううなやっぱりこの頃ですねやっぱり死者の祭りって言うんですかあのメキシコのねあのー、あの祭りが流行ってて最後、えー、ヘリコプターがね、えー、民衆の上で、えー、ぐるんぐるん回るっていうのはまあまあ、えー、007のオープニングそっくりでしたよね。 まあそしてまあリメンバーミーとかもあったんでまあそれやりたかったんでハロウィンにしたっていうそういう安直な設定ですねなんで設定のハロウィンが全く生かされてないんですよねまあえー、オープニングにちょっとだけ、えー、映るえ愛、ー、ちゃんの赤ずきんとえミ、ー、ーちゃんのえー、ブラキラは えー、可愛かったですけどちょっとしか映らなかったんですよね。で本編ではまた違う仮装してるんでいやもったいなかったなと思うんですね。でまあオープニングのこのオープニングシーケンスっていう、えー、アニメのアメコミ風のアニメになってましたね今回。そこに、えー、CG みたいなのが、えー、ディスプレイで差し込まれてこれがまたね全然合ってなくてこれはまたダサい。えー これは多分、えーまあ、スパイダーバースだと思うんですよね、えー、ソニーが作った、えー、スパイダーマンのアニメなんですがこれがむっちゃくちゃかっこいいんですよねそれを多分真似して、ね、予算少なめで作るとこうなるっていうね <laughs> だいぶ悪い見本みたいな感じになっちゃっててここは結構残念でしたね、まあ、とにかく作り込みが全然 足りないし、センスもないし、あと音楽もなんか今回テンションが低くて、音楽も良くなかったって、まあかなりいいとこを探すのが難しい映画でした。えー、コナファンの方ごめんなさい <laughs>。で、まだまだ全然オープニングで先に進んでないですね。えー、そしてまあ、ランちゃんがまだね、ケ系なんですよね。これが、もうこれもだいぶ脳みそが灰色なんで忘れちゃったんだけど、えー、 新一から、えー、メールとか電話来るからガラケーなのかなと思ったんだけど、まあ、主編しても引き継がれますよね。まあ、ガラケーの中になんか大切なもの写メとかが入ってるのかなと思ったけど、まあ、それも外に出せばいいしって、じゃあ、新一からもらったのかもなと。まあ、そこら辺が、えー、ちゃんとね <laughs>、一番上からちゃんと見てるのに覚えてないっていうね。まあ、なんかあるんだろうなとは思いますね。 そして、まあえー、また驚いちゃったんですけど、コナンくんって小学校1年生の設定なんですよね <laughs>。それはもう今となってはさすがにやりすぎなのかなって。小1であれは、せめて小学校高学年ぐらいかなと思ったんだけど、小学校1年生なんですよね。まで、えー、予告編通りですね、愛ちゃんがね、吹っ飛ぶんですよね、爆弾で。 いやあ、これが、もう唯一、気がかりだったんですが、まあ、例のごとくね、えー、予告編で吹っ飛ぶ人は助かるっていうね、そして継承なんですが、えー、かまあ、代わりにね、えー、心のおっちゃんがね、えー、助けに飛び込んでトラックに惹かれると。引かれるかぶつかるか。まあ、あの、タイミング的には完全にペッシャンコだったんですけど、 <laughs> なぜか助かるっていうね。もう死んだと思いましたね。そう、そうなんだって。心がなくなるっていうのも、まあなかなかいいんじゃないかなと思うんですよね。もう探偵が渋滞してるんでね。あまあ、えー、ガラズバンドの時にね、えー、佐藤刑事がいったってさっき言ったのももう一回言ってますが、まあ、探偵が渋滞しすぎ、ハイドチョウということですよね。で、まあちょっと、 今回の映画には邪魔なんで、えー、小五郎さんにはですね、えー、入院していただくというね、まあ、ドラえもんの秘密ポケットみたいな状態で始まるわけですね。で、まあ、えー、小五郎さんはですね、えー、助かるんですが、えー、麻酔がね、切れると無茶痛いっていうね、どうやら麻酔中毒ギャグっていうのをやりたかったらしいんで。<laughs> <laughs> まあ水中毒ギャグなんですよね。えー、それなんかでもちょっともうちょっと、もうちょっと面白くできるんじゃないかなってそこら辺もちょっとね、ちょっと、まあ、今回本当演出がいまいち、いつもそんなにうまくないんですが、今回は本当飛び抜けていまいちだったなって気がするんですよね。で、まあ次もそうですね。えー、まあメモがね、えー、出てくるんですけど、 えー、エンマークだよ、みたいな話になるんですが、あの、舞台が渋谷なんで、バレバレなんですよね <laughs>。絶対、その、登場人物、コナンくんとか気づいてんだろうと思いますね。そしてまあ、渋谷とか、桜田門とか、妙にリアルに描かれてるんで、ハイド城ってどこなんですかね。 まあでも新宿はまあシティハンターがいますから、ハイド町って、まあ山の手の中だと思うんですが、でもそんなに下町感はないですよね。なかなかあんな町ないんじゃないのかなと思うんですよね。まあちょっと神保町とかだと、まあ探偵物語の イメージはありますけど、今の人望町はあんな感じではないですし、かといってオフィス街でもないしってい、なかなかハイド町のね、地理がわからないですね。まあ、あの、警視庁の方のめぐレ警部の後ろに、えー、い、えー、かけてあった地図は、完全に江戸というか東京だったので、まあ、東京であることは間違いないんですけどね <laughs>。 まあそんな感じで進んでいきますけど、まあメモがね、分かりやすかったっていうのは、渋谷に行ったことがある人とか、あるいは渋谷に通ってた人と,人としてはね、もうすぐわかるし、まあハロウィンで渋谷がごった返すっていうのもわかるし、今回ね、ワールドカップの予選でえ盛り上がりはなかったですけど、あそこに人が溢れる。 そして谷間になってるっていうのは、まあ、誰が考えてもわかるんで、まあ、しょうがないんですね。まあ、なんでしょうがないのかっていうと、そもそもですね、この元になった事件のゆでる警視庁からなんですが、これがテロもので、テロ爆弾もので、水流ものではないんですよね。えっと、最後に、 えー、なんかわけのわかんない暗号を解くみたいなのあったんですが、その暗号も、まあ初期コナン独特のむちゃくちゃなやつなんですよね。えー、こんなのは、こんなの暗号じゃねえよっていうね。えー、まあそういう感じ、再現性がない暗号っていうかね。えー、まあもともとが、えー、サスペンスかスリラーですかね。 で推理ものではないっていうのが今回ちょっと痛かったなと思いますね。だから今回推理ないですね、ほぼね。まあ、だから心のおっちゃんもいらないということなんですね。まあでもそうすると、今度はその爆弾ものとドラマの話になるんですが、えー、まず爆弾ものっていうのはどうなのかっていうと、もう爆弾っていうのはむちゃくちゃ制作者にはね、えー、都合がいいんですよね。 まずいつ爆発させてもいいし、どこに置いたかわかんないし、えー、まあ万能ですよね。で、カウントダウンしていって、映画とも非常に、えー、相性がいい、えー。そして最後爆発っていうね、えー、語る必要もあると。で、人が死ぬと。人が死ねばドラマになるっていうね。もう万能薬なんですが、まあ、覚醒剤みたいなもんですよね。えー、それを、 えー、メインにしちゃってる。しかもその爆弾がですね、爆弾を解体しても遠隔操作できるっていうね、お約束が外れちゃってて、これはまあ怪人二重面相っていうか、江戸川乱歩っぽいんですよね。要するに、ススイリトリックを解いても、実はここに隠し階段がとかあるわけですよね。なんで、まあこれはやっちゃいけない やつじゃなだから爆弾は爆弾で解体するんだけどそこに遠隔操作とかねついてたらそれはまあ犯人にとっても都合がいいですけど、まあ、犯人に都合がいいっていうのは制作陣にとってもね、えー、都合がいいわけですよね。でもそれをね安易にねしかも何個も何個も使うっていうのはどうなのかってまあ、えー、その。 ユデル警視庁も直前に見たんで、何回爆弾解体,解体して爆発させたんだみたいな、何人人が死んでるんだみたいな感じになってますんで、まあちょっとね、やりすぎかなと思うんですね。まあそれで、ストーリーのその爆弾に関しては問題があると。そして、まあ今度ドラマですよね。ドラマも、その、まあ警察学校で仲の良かった5人が次々に死んでいくっていうね、しかもイケメンというね、 まあこれもまあ不助死対策なんでしょうけどまあまあ良くないですよね人が死ぬっていうのはねコナン君っていうのはまあバンバン人が死にますがその人の死に方にはいろいろあるっていう人が死ぬことによって、えー、人の大切さをね <laughs> 人間っていうのは大切なんですよっていうのは言いたいわけなんですが まあ明らかに、えー、制作人の都合でバンバン、えー、殺害していくっていうのはどうなのかなと思いますね。まあとりあえずね、えーまあ、今回の映画はまあかなり過去作の中でも、えー、ワースト、まあワーストに入るんじゃないのかなと思いますね。映画の中では。というわけなんですね。まあそれは、えー、オープニングの 新海誠と、えと、ー、安野秀明の新ウルトラマンの予告編のせいだったっていうのはかなり大きいとは思いますが、まあ、結局、コナンク見に来る人たちって、まあ新海誠多分好きだと思うんですよね。そして、まあえー、まあそれと、まあ付き添いで見に行ってくるような人は、まあ安野秀明も好きなで,でしょうし、まあえー、まあかなり、 かぶってるわけですよね。えっ、ー、と、エヴァンゲリオンですよね。えー、灰原愛ちゃん。愛ちゃんが、えー、綾波霊ですかね。まあ、だから、ファン層がこう、かぶってるところで、まあ、クオリティがまあね、何段も高いものを予告編で見せられた後にこのン見るっていうね <laughs>。かなり拷問のようなね、感じでしたね、今回はね。 東方もちょっとなんとか、それはどうなのかなと。もうちょっと話すとかね <laughs>。もうちょっとその直前にやんないで、みんなが席に入ってくる時とかにゲリラ、ゲリラっぽく流すとかね。すればちょっと部屋明るくしてね、えー、やればよかったんじゃないのかなと思うんですよね。えー、まあ、それを言うとね、首爆弾もう全く意味がないですよね。えー これも完全にね、映画ですよね。まあ、悪の花っぽいなと思うんですけど、く、首爆弾も完全に意味がなくて <laughs>。しかもあれどうやって <laughs>、あの、安室さんがね、えー、閉じ込められてた、あの、えー、最近流行りのね、えー、マーベルとか、マーベルのハルクとかね、 えー、あとは何でしたっけロキかなとかが閉じ込められてる専用室みたいなところで食い爆弾はめてるんですが、遠隔操作できるんだったら、まあ電波切れた時点で爆発するんじゃないのかなって、まあそれだと超危なっかしいですけど、それに、えー、まあ結局解体できるっていうね、 それは甘いんじゃないのかなと思うんですよね。そして首に爆弾つける意味がほぼないっていうね <laughs>。もうね <laughs>。ほとんど意味がないんですよね。ただつけたかっただけっていうね。で、まあね、えー、結局、ハロウィンの花嫁ってタイトルがネタバレだったっていうね。タイトルがネタバレだと困りますよね。もう完全にあの、あの人が出てきた時に、 でこの人じゃ犯人ちゃんってみんな思いますよね、えー、でこういう人どうせ最後にひょ変するんでしょって思ったらその通りだったっていうねう残念もう一枚こうもう一枚何かあればねうんよかったんじゃないのかなと思うんですよねちょっと一人キャラクターをね犠牲にしてもう一人なんかあれば、えー 少しは面白かったんじゃないのかなと思うんですよね。で、まあやっぱりコロナをもうちょっと入れなきゃなってことで安易にね、えー、ペストマスクっていうんですか、あのカラスみたいなマスクをかけたりとかね、うんちょっとくだらない演出ですよね。そしてまあ表現した後が TM レボリューションになるっていうね <laughs> うーん、どこまでダサいんだって感じではありますよね。 結局、あのー、あのリーダーね、あの人に、えー、肩に、えー、弾痕が、えっ、ー、と、弾が埋まったままなんですが、えー、そこもちょっとおかしかったですね。神経に触るから取れないんだけど、右方上がらないみたいな、見方上がらないと、やっぱ爆弾持ってさ、 設置したりすするの大変だと思うんですよね細かい作業だけだったら机の上だけの作業なら,ならいいけど爆弾って別に平面に置かれてるわけではないしそもそも設置するのとかも大変ですよねえー、まあかなり矛盾があるなとそしてまあえー、まあ弾痕が残ってるわけですからえー、あのー、ねあのー 花向こうの人がですね。気づかないわけがないですよね。まあ、それもちょっとおかしいな。まあおかしいことを言っているときりがないんですが。まあ、えっ、ー、と安室さんがですね。えー、そのいた痛めた、えー、肩をねえー、攻めるんですよね、えー、それはあのー、警察学校ケース2。警察でえー、急所攻めをしている。急所攻めをためらった時に。 言われた言葉を守ってるんだと思うんですねただあれだけ見たらあれ安室さんってそういう、えー、性格だったっけってなりますねなんでやっぱ警察学校パート2は見た方がいいのかなと思いますね、まあ、結局、まあ、あの花嫁さんがですね、えー、なんかバレちゃうのは、えー、自分から犯人しか知らないことをポロって言うんだけど言うっていう、まあ、お決まりの やつなんですが、そんなにボロを出す人ではないと思うんですよね。そこもちょっと設定が安易すぎるかなと思いますね。そもそもあの、あれだけの爆弾というかね、あの、燃料ですよね、の生産はどこで、どのプラントでやってるんですかね。<laughs> で、誰があんなにね、設置してるんですかね。本当にちょっと省略しすぎにも程があるのかな。 と思いますねで。あのハロウィンの時、人がお祭りで密集の時に、まあ、えー、毒がすまいたりするっていうのは、まあ、えー、よくあるやつですよね。ジョーカーとか、えー、スパイダーマンかなスパイダーマンあったかなえっ、ー、と、あとポケモンですね。最近はポケモンの実写映画っていう <laughs>、面白かったですけど、ポケ,ンがポケモンがね、ふさふさな、えー、ピカチュウがふさふさなやつですね。 ピカチュウが親父声ってやつなんですが、まあ、それでも、えー、毒がすまいたりとかね、全く同じなんですよね、まあ。とにかく発想は貧困。パクってパクってパクってつなげて、えーお、お手軽にね、お安く作りましたって感じなんですよね。えーまあ、コナンの映画ってね、いつもそうなんですが、今年は特にひどかったなと。 えー、これでも、1、えー、年ずれてるわけなんで、頭をね、使えばいいだけの話なんですが、まあ、それをね、えー、拒否してるっていうのがね、ちょっと残念ですね。なんか、面白い映像を見せてやろうって気合いが全くね、ないんですよね。で、まあ、えー、最後、まあ、あの、007の死者の祭りの、えー、パクリで、 ヘリコプターぐるぐるして、で、最後はなんとね、綱引きっていうね <laughs> <laughs> な。もう、笑うしかないんですね。綱引きで解決みたいなね。そして、えー、なんかしんないけど、高木刑事、高木刑事、どっちかな佐藤刑事かな男性の方ですね。が、えー、脇腹撃たれてて、まあ、これはだからキリストですよね。ですまあ、これもだからキリスト入れとこうって。 えー、あるいはもうキリストを入れるっていうことすらないのかもしれないですね。よく映画で、えー、脇腹を打たれるから、えー、アメリカの映画でね、ハリウッドとかで脇腹を打たれるって復活するから、じゃあ入れとこうかなっていう気持ちですよね。まあ、あれはキリスト教、キリストの話なんですが、えーまあ、それも入れておいたっていうね。まあ、そもそもこの佐藤刑事と高木刑事、 が、えー RX、とスカイライランなんですよねこの2人この趣味合わなさすぎて無理だと思うんですよね <laughs> 特に女性の方がアル7クセブン乗ってますからねスカイライン野郎はちょっと無理なんじゃないかなと思うんですよね <laughs> で最後は、えー、今度は葬式コントですよね まあだからドリフの、これはだから志村けんですよね。だここも分かりやすいんですよね。志村けんさんが亡くなったっていうことで、まあ、ドリフのコントをね、入れて、で、また、えー、今回も勝ち込みですね、えー。で、天丼をして、ちゃんちゃんで終わるっていう、あ、おじいちゃんかっていう感じのコントでしたね。 まあ、安室さんを多分、不助手の方はね、えー、見に行かれたと思うんですが、安室さんに首輪かけちゃったから、安室さん活躍できない問題っていうね <laughs>、全く意味ないことをしてしまったなと思うんですよね、えー。だからまあ、多分プロットの問題ですよね、これはね。安室さんに首輪をかけて、キャーでいいんじゃないですかね、みたいな感じになっちゃったと思うんですよね。 これはね、えー、残念じゃ、だったんじゃないかなと思うんですね。まあ、えー、後で聞いたんですが、この、えー、コナンクに協力するね、えー、ロシアの、えー、組織のリーダーの声が、えーえー、乃木坂の白石舞さんですよね。えー 下手でしたね <laughs>。下手というか合ってなかったですね。ミスマッチ、えー、ご利押しとか言うんですかね。まあ、まあ、そもそもあまりうまくない感は出てましたが、その方にですね、ロシア語を喋らすっていうねど、どうなんですかね、この演出は。そもそもロシアにする必要はなかったような気がしますね。えー まあちょっとウクライナとロシアの問題があるんで、結構今回も制作陣ビビってたと思うんですよね。えー、前回もえコロナの件で1年延期して、1年延期しなきゃいけなかった理由は2つあって、まずコロナの、コロナで入場規制がかかって、採算が取れないか嫌ってやつと、 あと、えー、オリンピックが延期になってしまったのでオリンピックを開催する想定で、えー、皮肉っぽく作ったのにオリンピックが開催されないとなると、えー、上映したらただの、ね、いじめみたいになっちゃうんで上映できないと、えー、そこで1年かけて、えー、作り直して、えー、オリンピックがね、えー 延期、えー、それから、えー、中止、それから開催、どの、どこに転んでも OK みたいな感じに、えー、まあ若干作り直したんだと思うんですよね。で、えー、それをね、えー、回避するために今回は、まああんまりイベントものによらないようにしたと思うんですよね。ハロウィンにして、えー、イベントものを を使、えー、使いいいいたたんんだけど本当はイベントもの、ね、使いたいと思うんですよねでもそれをあえてやめて、えー、ハロウィンっていうね、まあ、毎年毎年、えー、開催されているものに、えー、乗っかって、えー、それで着実に、えー、公開ができるようにしようと思ったら今度はウクライナとロシアの、えー、戦争が始まってしまったと結構内容的にもギリギリだったかなと思うんですよね、えー ただまあ、ロシアの方に助けられたっていうね、えー、そういうことを、まあ、この内容は良かったんじゃないのかなと思うんですよね。ただ、えー、またこれコナンの映画の問題なんですが、もう国内ではまあ無敵なわけですね、ハイド調とかではね。なんで、まあ特別編だと、えー、まあ映画だと、えー、前回のその、えー、オリンピックの時は、 確か、えー、FBI 系の話だったんですね。だから、えー、日本を舞台に、えー、アメリカとイギリスの諜報員が戦うみたいなのが前回オリンピックの時だったんですが、今回は日本を舞台に <laughs> ロシアのテロリストとロシアの、えー、テロリストの犠牲者が戦うっていうね、えー、日本でやんなくてもいいじゃんって思いますよね。 まあえー、パターンがね、同じで間を空けずにやるっていうのはまたね、どうかなと。そしてこの演出がね、スカスカなのを、このロシア語の雰囲気でね、カバーするっていうね。えー、もうロシア語わかる人は、まあ、ほぼいないですし、まあ、英語でもいいんですよね。英語でもドイツ語でもフランス語でもいいんですが、 えー、そこのセリフが入ることによって、あ、なんか、とんでもないもの、いいものを見せられてる。わかりにくいものを見せられてるって錯覚するんですよね、感覚がね。観客がね。まあ、だから、それを使ってごまかしてるということですね。まあ、えー、全編英日本語でやっても全然構わないんですよね。結局、日本語に戻るんじゃないですか。だから、ロシア語別に入れなくてもいいのに、 わわざわざ入れて結構長めで入れてるっていうのはまあそういう演出効果をね、えー、狙ってるんだと思うんですよねまあだからこれも無駄だったということですかねそしてロシア語でやるんだったらやっぱり白石麻衣さんではなくて、えー、村重さんっていう方がいらっしゃるんでこの方が適任だと思うんですよねえー ロシア人の血が入ってると思う方で、結構売り出し中で最近まで、えー、テレビにバンバン出てたんですよ。まあテレ東方面、テレ東 MX 方面ですが、まあ結構ワイドナショーとかにも、ウクライナがに侵攻される前、ウクライナとロシアの戦争が始まる前ぐらい、ちょっと前ぐらいまではかなりね、出ててコメントもしてて、えっ、ー、と、そのあれですね、東京オリンピックの もう遥か昔ですが、えー、ワリエワのドビング問題の時はちゃんと、えー、ロシア語がわかるんでコメントしてたんですよね。だか,らかなり売り出し中の人がいたんで、彼女が適任だったと思いますね。ただ、えーまあ、陣営が推したかったのは白石舞とね、白、まあ、をつけたかったっていうことですよね。まあ、こういうことはよく。 ありますよね。まあそういうのも透けて見えちゃうのがね、嫌ですね。えー、まあ村重さんは、えー、結局血縁の方がロシアに多分いらっしゃるんで、えー、今はもうテレビは完全ロックで出てないと思うんですよね。もし何か喋ってたん、喋っちゃったら、まあ、特にテレビとかで喋っちゃったら、えー、ちょっと、やばいことが起きるんだと思いますね。ということで今完全に出て、完全、 えー、沈黙という形で何も、えー、テレビにさえもうメディアに露出してないですね。えー、同じくロシア系タレントというかロシア売りなのが上坂,上坂桜さん、上坂すみでさんかな上坂さんっていうあのうるせえ奴らですかね、えー、の声優担当、ラムちゃんの声優担当になって これから売り出しっていうところで、えー、ウクライナとロシアの戦争が起きて、えー、この方は、えー、とロシア、えー、ロシア推しだったんですよね。まあ、ロシア推しなのかソビエト推しなのかなのかはちょっと詳しいミリタリーなことはちょっとわからないんですが、まあ、ロシア推しだったんで、もうそこはなんか封印してるっぽいですね。なかったことにしてるのかな。 まあだからその中でこのコナンクのロシアのこれやったのはまあ映画だからってこともあるけどまあ良かったのかなと思いますねはいこれがまあ唯一ね良かったところかなと思いますね <laughs> はい <laughs> えーまあコロナでねまあ1年延期して時間はあったわけなんですから、えー、頭を使えば良かったけどそれさえ放棄してるっていうね で、大人の事情があるのはいつものことなんで、うーん、ちょっと残念でしたね。今回は特にまあ残念だったかなと思いますね。まあコロナによって世の中自体が、こうトレンドがなかったっていうのも影響はしてるとね、思いますけどね。まあというわけで、えー、長々喋りましたが、まあ最後ね、えー、一言だけありましたね。というわけで、 まあ来年今度こそ来年楽しみです。